こんにちは、そっかの久保ですいやすごいですね吉田さんね弟子の方がいろいろと脚光を浴びてると言いますかね儲かっちゃってるみたいなところがあります。まあ儲かるということは常にその反対側その人にお金を払ってる人がいるそしてサービスを受け取っている人がいるっていうことなんですよね。あの多くの人に貢献してるっていうか求められているというところはいやすごいなと思いますよね。 まあそうやって聞いてみるとね私はもう誰の役にも立ってないしもはやいらない存在というね <laughs> で何て言いますかね、まあ、人生ね時間を使って何をこう何に交換しているのか自分の人生を何を買い取っているのかってことですけどもその人生の時間を使って活動することによってまあ対価お金を得ているというねこともあると思うんですよね。まあそうやってて話聞いてみると 私はいつもね同じ回答にたどり着くんですよ私はね、あのー、人生という時間を使って時間をね買い取ってるなと思ってるんですよねだから本当と何もないのが一番いいみたいなね求められもせず誰かを求めもせず <laughs> ただね時間の過ぎゆく一秒一秒をこうやってね目の前で見ているというねああんか金木星釣散ってきたなとかねああんか天気変わり始めたなとかね なんか草花を目でそして子供たちの笑い声に耳を傾けただまどろむ午後を過ごしそうやって時間を贅沢に使うことがまあ一番だなと思うんですよねだからねビジネスや仕事やね金稼ぎのためにこの人生の時間を使いたくないなって日々思うんですよねまあ、不思議なもんで、うん、私はもう 自分の人生がね、お金に変わるんだったらいくらでも変えたいなっていう時期もあったんですよ。この1時間を1万円で買い取ってくんないかなとかね。わあ800円とか900円じゃ絶対自分は時間を売り渡したくないなみたいなね。で、だん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 自分の人生時間をお金に変えていく過程で、今はあの自分の自由な時間をね、本当にいくらであろうとも交換したくないなと思いますよね。もちろん金額によっては交換すると思いますけども。 <laughs> じゃあ1時間をねじゃあ3,000万で買い取りますとか言ったらああじゃあ3つぐらい買ってくれませんかみたいな感じになるかもしれないですけどね。ねでも時間が一番貴重だなと思う時に、あのー、やりたいことがビジネスとか金稼ぎとか投資だとかいいんだったらもうしょうがないですけども、うん、私はなんかねやっぱこう家族とのんびりした時間を過ごしたいなとかねもっと言えば自分一人でうん まあ何を見ることもなくね何を感じることもなくでいいからなんかぼんやりしていたいなとかねなんか一番この無気力にたどり着きましたのは私よね無気力の境地まさに隠居ですわ何かをやるためにはどこかに行って誰かと活動しなければならないという縛りがあると農業を守ることもないしノルマや目標にまみれることもないし っていう感じですかそう考えていくと私にはねもう数百億円みたいなのは絶対つかめないんでしょうけどもそもそみたいと思ってないとね <laughs>、まあ、せいぜい3億なり5億なりあれば金銭的には十分だしそれも一瞬でじゃなくていいんでね自分の生きてる間にもうちょっとあともう本当のあと必要な金額って1億円もいらないなーって感じですかね金に関してはまあその分多分ですけども まあ私みたいに時間をしっかり使えば金を稼げるのにそういうのを手放してねビジネスの世界から退場していったりとか自分からそのセールスをもうしなくなっていくみたいなねまあいわゆる引退状態の人ってまだまだ他にもいるんだろうなと思うんですよもちろんそれはあのやればできるんだけどもやる気を失ってるっていうかねやってもできないのにやる気を失ってる人たちょっと訳が違うようなところにいるんですけども たまに気が向いた時だけちょっと試しにセールしてみるかとかねプロモーションしてみるかみたいなところはありますけども基本的にもううん,なんかまあやらないかなみたいなね気が向くことがあんまりないですね。はいまあ、ということでねなんかその輝かしい話を聞かせてもらったところで、うん、そういう方ももちろんいていいし。 賞賛に値することがあると思います。それは自分で決めたことが自分でできてるからなんですよ。で、そういう意味で言うと、私も自分で、今ね、思ってることができてるんで、よかったな、みたいな感じですね、うん。人に呼ばれることももう減りましたしね。人が来ることもあんまりなくなったし。うん、明日は、ヤマト君の誕生日。11月11日。2019年の11月11日に生まれましたからね。あれから丸2年か。 いや本当にみっちりと家族と過ごしてるなと思って嬉しい限りですねこれからもそうありたいかなと結局ビジネスや何やで時を共にした人ってそんなに長く一緒にはいれないんですよね結局どっかでさよならしちゃうんででも家族は基本的にずっとなんでずっとと決めるから家族になるわけなんでね まあもちろん家族を作りながら別居していたりとか別れてしまった人を避難するつもりは全くなくて家族ですら別れることがあるけどもそうなるとビジネスってのはもっと付き合いがね浅いもんだなと私から見えるんですよね、まあ、そうじゃないとね目標を達成したらすぐに撤退すればいいんでビジネスの目標ってのは目標金額を 目標納期に稼ぎ上げて終わることですからね。もちろん死ぬまでビジネスをやりたい人もいるかもしれませんけど私はその人間じゃなかったなと私は自分の人生を何も混じらないような自分の人生を、うん、過ごしていたいなってことですかね。うん、タイトル時間ですね。今こうしてるのもああ 何者にも変えがたいなと思いますね。時間ね。まあこんな我が家に生まれてくる大和トくんはどう育つんでしょうかもう2歳になってしまいましたけどね。2年間生きている。だから本当一瞬ですよね。2歳でしょ。二十歳ぐらいまでのもう十分の一が過ぎちゃったんで本当早いですね。早い。まだまだ先があると思う人もいると思いますけども。 ももうでもそこまででねね未来は来はてるんです、ね、この時間感覚が相対的にどういうふうにね考えられてるのか私はほんと常に時間は早いなぁと思うんでうかうかしてられないなってところとまあ50を前にし私はねこうやってのんびりしてるなってところとかんか同居してる感じですねうーんいってらっしゃい